どうも皆さん、おはこんばんちは、カリオです。はい、今回もやっていきたいと思います。オリジナル選手だらけのペナントレース実況ということで、これ第3回目ですね。やっていくんですが、ちょっとここで皆さんにお知らせがあります。昨日のね、荒野行動の動画でもお伝えしたんですが、配信っていうか投稿の時間が変わります。毎週金土日の3日間で、時間が7時から21時、夜の7時から夜の9時、まあ、どこかで、投稿をね、動画アップするので、よかったら、見てください。はい、そして、あと、この動画に関して1個言われたことがありまして、非常に、まあ、カットとかいろいろ分かりづらい、そしてルールも分かんないってことなので、概要欄にですね、ルールを書くことにしました。今更かいみたいな感じなんですけど、申し訳ございません。ちゃんとルールもね、書いていこうというふうに思います。それから、あと、もう一個あるんですよ。動画の時間が長いと。で、あと、カットもあんま使わない方がいいよってことだったので、今回からカットじゃなくて倍速でやっていきたいと思います。さあ、そして今回2024年なので、6年目かな。さあ、ヤクルトの山田選手が FA ですね。まあどうでもいいけど。さあ、そして契約更改いきましょうか。はい、契約更改こんな感じです。まあ皆さん6億とか4億とかもらってますね。さあ、素晴らしい。あとは何人か自由契約にしとこうかな、使えない選手はね。これぐらいでいいでしょう、とりあえずは。はい。はい、じゃあ、ね、自由契約したところで、ドラフト行きましょうか。さあ、誰が出るかな。はい、おー、いいっすね。誰か良さげな選手いないかな。野手は、お、390がいる。いいね。390いいなぁ。23でしょ、まだ若いじゃん。関口くん、440。で、桂くんが410ってことだったんで、まあ、一番高い、この関口くんを狙いたいと思います。はい。見事一本釣りできました。さあ、そして、ピッチャー。ピッチャー、この大平くん、そうかな。はい、それからもう一人ぐらい取ってもいいな。お、トカノ君。キャッチャー取ります。あとは内野手もう一人ぐらい。あ、じゃあこのファーストの浜谷君取ります。じゃあ、元杉君取っちゃおうかな、高校生。はい。今回は選択終わりましたね。ドラフト終わりました。内野手2人、ピッチャー2人、キャッチャー1人という感じです。さあ、帰国選手交渉、ここもないです。で、FA なんですが、私は参戦しません。別にいらないし。能力的に悪くないだろうけど、いらないです。で、保証も、なし。で、自由契約選手交渉。ここでちょっとドラマがね、あったりするんですよ。はい、じゃあ、見てみましょうか。はい、スアレス選手が自由契約ですね。12勝を挙げてるのにね。あれ?あららら、グリーンウェルちょっと、やばいね。あら、オジーもだ。あれれれれれれれ。ちょっと見てみましょうか。成績。これ、オジー・スミスってね、いう選手なんですけど、昔メジャーリーガー伝説のショートと呼ばれた選手を再現した動画があるので、よかったら皆さん見てください。そして成績です。2024年、打率3割4厘、ホームラン25本、ね、打点85、21勝塁。なんでこれでクビなのか私にはよくわかりません。そして、マイク・グリーンウェルね、阪神ファンならおなじみの、神のお告げで帰国した男ね。このグリーンウェルがなぜか自由契約です。
おかしい。おかしい。ね。本当だったら、普通に残って契約するはずなんですけどね。まあ、だからといって私は取らないですけど、取る気はないです。さあ。あ、でも、文字数に揃っかな。でも、いっか。どうしよう。じゃあ、オジースミス取ります。さあ、巨人で頑張ってくれ。グリーンウェルは知らん。で、あ、岸選手が、殿堂入りしましたね。はい。で、あー、そっか。ゲレーロ首かな？さあ、オジー・スミス取りました。ね、1番ショートです。いいっすね。さあ、開幕です。で、今回から、いつもだったらね、カットとか使ってたんですが、今回から、倍速を使って進めていきます。あと、それから、時間短縮のために1年間だけになります。それではやっていきましょう。それでは、倍速、スタート。はい、ということで、2025年シーズンが終わりました。で、ちょっと、いろいろ見ていきたいと思います。はい、まず、チームの勝敗ですね。はい、こんな感じです。今年は127勝。まあ、巨人ぶっちぎり、まあ、ずっとぶっちぎりなんですけど、ぶっちぎりなんですけど、今年は特にぶっちぎりでした。で、パリーグはこんな感じです。2チームを100勝してるチームがいますね。で、そして2チーム100敗してるチームがいます。しょぼい。ね。ね、西武とソフトバンクの差も4ゲーム差なんでかなりいい感じかな。はい、じゃあタイトル見ていきましょうか。はい、タイトルは、お、下手選手が MVP と沢村賞ですね。で、新人王も、巨人の大平選手。で、首位打者が長嶋さん取ってる。で、ホームラン王が、真島さん。で、打点王が長嶋さん。で、盗塁王が山田選手。お、最多安打。よかった。オジー・スミス。取ってますね。で、最高出率が長嶋さん、石川選手ですね。中日の。で、最多勝投手。最多勝と最終防御率は下で投手。で、すごいね。0.04 だからね。で、斎藤正樹投手が最終防御率と最多奪三振と、勝率1位投手ですね。あ、下手選手も選ばれてるかな。あ、大平選手も選ばれてます。で、最多セーブが DeNA の佐々木投手。で、最優秀中継ぎが、中日の福投手となりました。で、パリーグ見ていくと MVP は、ペニー選手ですね、セーブの。で、新人王が日本ハムの川中投手。で、首位打者が友澤選手、セーブですね。で、打点王もそうです。あ、盗塁王もそうですね。首位打者打点王、盗塁王は、友澤選手。で、ホームラン王がカブレラ選手です。で、最多安打も友澤選手で、最高出塁率が、江頭選手。で、最多勝が、ペニー選手。最終防御率が、松坂選手と若杉投手。で、最多奪三振が佐々木朗希投手ですね。で、勝率1位投手はもちろんペニー選手です。で、最多セーブが、ソフトバンクモイネル選手。最優秀中継ぎが西野選手となりました。こんな感じですね。すげえな。0.04 点をしたバケモンすぎて。ね。さあ、そしてベストナイン。おー、取ってますね。はい、こんな、はい、セリーグこんな感じです。はい、パリーグは、はい、こんな感じ。で、ゴールデングラブ。ゴールデングラブは、とりあえずこんな感じですね。セリーグはこんな感じ。
で、パリーグはこんな感じで、月間 MVP で言うと、まあこんなもんかな。パリーグは友澤選手が4ヶ月連続で取ってる。すげえな。はい、じゃあちょっと投手成績細かいところ見ていきましょうかね。はい、まあこんなもんか。あ、ミセイ選手も意外と31セーブ上げてますね。で、ホールドポイント、イカリ選手がね、36上げてます。完封完投はいいかな。あと、奪三振、20個か。まあ、こんなもんか。とりあえずは。で、パリーグ。パリーグが、3位も、佐々木朗希投手も 0.22 なので、激戦ですね。で、素晴らしい、25勝無敗ってのがいいね。で、完封完投がまあこんなも同じか。で、奪三振が、あれどこ行った、奪三振、あ、いた、もう30個ぐらい差があるのか。まあこんなもんかな。あらら、星野選手負け越してますね。11勝13敗。もうちょっと頑張ってほしかったな。というか、他のね、投手陣がね、あ、違う。まだ負け越してるわ。うん。今永選手が15勝10敗。で、他のピッチャーも、って感じですね。ひどい。さあ、打撃。でも、首位打者争い、結構、すごいですね。2位に3人入ってますね。3割5分なり。スミス選手、石川選手、桐生選手と入ってますね。あ、牛田選手と打率悪かったっすね。もうちょっと、いつもならいいんですけど、ちょっと今回悪かったかな。で、ホームラン、見ていきましょうか。ホームランは、まあ、こんなもんか。ね。ただ、町田選手、もうちょっと打ってほしいな。30本、打てるバッターなので。まあ、オジー・スミス選手はね、しょうがないかな。で、打点が、まあ、打点はこんなもんかな。88。町田選手、もうちょっと打ってほしいな、やっぱり。で、意外と打点王争いも肉薄してますね。2位がね、144打点で145打点ですから、肉薄してます。いいですよ。で、あとは盗塁いきましょうか。盗塁。はい。こんなもんかな。あ、でも、スミス選手が多分シーズンでは一番走ってるんじゃないですか。盗塁は山田選手だけど、スミス選手が29盗塁って初めて見た。いいね。ん？あれ、もしかしてグリーンウェルかな、もしかして。ちょっと見てみましょうか。あと、ちょっと守備のあれを見たい。さあ、盗塁阻止率、お、古田さんやりました。だけど、一番指してるのは、阪神の海野選手ですね。で、あ、江頭選手は、パリーグは盗塁阻止率トップですね。ちょっと待って、その前にさ、あれを見たい。歴代の、もしかして帰ってきた？あ、歴代のっていうか、野手メンバー。これ、おー、これマイクってマイク・グリーンウェルのことなんですけど、2019年最初の年にいたんですよ。そっから帰ってきました、なんと阪神に。素晴らしい。選手のあれとかメーカー見えるよね、多分。ね。じゃ、ちょっと見ていきましょうか。はい。オジー・スミスがすごいですね。なんとかわいそうな。こんなにいい成績残してんのに3年とか2年とかね。広島なんか1年で解雇されてるよ、かわいそうに。ね。で、あとは、あとはどこだったかな。中日。まあ、中日はあんま遺跡ないもんね。阪神があるんだよな。グリーンウェルは、1年間阪神でこんなにいい成績残したにもかかわらず、オリックスに引き、5年間やり、で、また阪神に戻ってきましたね。はい、それから、ペニー選手。ペニー選手もね、2年間ソフトバンクでこんなにいい成績残したんですけど、その後ずっと西武で。で、おかしいのが、今年ってね、2020年、注目してください。最多勝とね、最終防御率取ってるんです。それなのにっていう。ね。そして、
メンチ選手ですね。この選手ももともと阪神にいた選手なんですが、5年間いた阪神をクビになって、パリーグに行きましたね。でパリーグの方がねホームラン数多いんですよ。ほら40本41本でね。パリーグだと調子がいい。であとはそうですね、あとはあんま移籍した選手とかいないかな。あとはいなさそうかな。あとここの選手をちょっと見てほしいんですけど、ちょっとねこの2年間ぐらい調子悪かったんですけど、あでも100打点超えてる、よしよし、打率2割6分、いいんじゃないですかね。であと最近何かと話題の江頭2時50分さんこと江頭ちゃんでございます。ね、タイトルは打点王だけでね、でもコンスタントに成績残してますよね。はい、若杉投手もまあ安定してるかな。で、あと日ハムは、アイスラはずっと日ハムだもんね。あとは誰だ？オリックスも星野投手しか一応いないんだよな。あ、でもようやく今年100勝達成しましたね。あとは、ないか、千葉ロッテも、あ、落合選手が一応いるから、ちょっと成績を見ておこうかな。はい、まあまあこんなもんかまあこれぐらい取れるよなで広島も今いるのは黒田選手だけです。オリジナル選手はね。でヤクルトはまあこの2人か、あと古田がいるわ。古田さんがいらっしゃいましたね。はい、はい、古田選手はこんな感じで、巨人はまあこんな感じなんだけど、本当だったらねあれなんですよ、碇くん、はい、この碇くんも本当は先発でね最多勝も取ってるんです。最多勝も沢村賞も取ってんのに、なぜか中継ぎに配置転換されホールドポイントをガンガン稼いでるっていう、だから謎なピッチャーです。あとはこんなもんか、移籍した選手もあんまりいないし、あとこの人長崎選手、この人も大ベテランだったんですけど、はい、こんな感じ、6年間でこんな成績です。まあ代打の切り札的な選手です。はい、あとはこんなもんかな。あとはじゃあちょっと佐々木選手の紹介だけしとこうか。大魔神ね、3回取ってますね、最多セーブ、はい、素晴らしいです。はい、とまあこんな感じで進めていきますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。まあそろそろこの辺でね動画終わりたいと思います。この動画が面白いないいなと思ったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。コメント欄にねもっとこんなことやってほしいとか、アドバイスなんかあったらお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。